もうちょっと日向に明るいところに行ってみようよ、元気になれるよという、そういう内容の歌をお届けいたしました。さあ、最近随分涼しくなってきましたけれども、今年もこの曲を歌うのは今年最後になるかなと思って持ってきました。まあ、今年の夏は節電節電で大変でしたけども、暑かったですね。私もなんか節電の汗もができましたけども、お届けしたいと思います。